卵から孵化させる時に無精卵や中止卵とということがあります。無精卵か有精卵かは検卵ライトで確認することができますが有精卵が順調に育っているのか中止卵となってしまったかの確認は容易ではありませんデジタルエッグモニターバディは卵から発する微弱な振動をモニターすることで有精卵からの心臓の鼓動を計測表示することで有精卵が順調に育っているかの確認ができます 一ボタンを押して電源を入れます。ディスプレイに波形が表示されます。現在は卵を入れていないのでまっすぐな波形です。ここが測定部です。最大で直径七十五ミリまでの卵を入れることができます。鶏の L サイズ卵ぐらいが目安です。 実際に卵を入れてみましょう孵化器で16日温めたうずらの卵ですうずらの卵は模様があり卵殻も厚いため県卵ライトで確認しにくいです卵を測定部に入れて少し待ちます順調に育っている場合は心臓の鼓動と左側に心拍数の表示が出ます一般的に心拍100以上であれば順調ですが70以下の場合は弱っていることが多いですすでに孵化予定比を過ぎている場合は卵から出してあげましょう 次の卵を測定部に入れて少し待ちます。ディスプレイに変化はありません。この卵は無精卵または中止卵のようです。これは孵化しませんので孵化器から取り出します。以上、簡単な使い方の紹介でした。